皆さん、ウェルネス後のアリサです。今日は免疫力を上げる温活チャレンジ3日目最終日です。今日は体の芯からポカポカになる足のマッサージを皆さんと一緒にやっていきたいと思います。もうこれはクイックに終わりたいと思いますので、そしてね、ぜひね、毎日続けてほしいので、早速やっていきます。じゃあ左の膝を曲げて、左の膝外側に倒していきます。右の膝を立てていきます。右の足のかかとで左の足の裏を、マッサージしていく。もう自分で指圧していきます。でこれはもうあんまり関係なく、痛いなと思ったところにぐっととどまる感じでマッサージをしていく。吐く息で少しだけ体を前に倒して、体重を右の足にかけていく。ね、私たち足、ね、毎日この私たちの全部の体を支えてくれてる足、ね、忘れがちです。そして冬場になるとやっぱりブーツ履いたりとかしてね、ぐっと足が固まってしまうので、その足の筋肉をリラックスさせたりとか筋膜をリラックスさせるっていうのはすごく大切。もうね、痛いなと思ったらそこに少しだけとどまる。じゃあ最後鼻から大きく息を吸って、吐いて、はあ、じゃあ右の足を伸ばして、左の足首をももに乗せていきます。そして右の手で足の、この左の手はですね、この足の山、ちょうど山のところを押さえて、右の手でぐるぐると指を回していく。そしてこの指のパッドのところもね、ぐっと押してあげてください。ここ親指はですね、頭、そして目、耳なんていうのがこの足の指先にありますので、ぐるぐると回してあげる。そしてちょうどこの足と指の付け根のところもぐいぐいと下に押してあげる。ちょうど肩、首、リンパがね、ここにあるというふうに言われています。でね、昨日のヨガでもね、最初に足の指立てて座ったんですけどね、まさにここの肩、リンパをですね、ほぐしていってます。じゃあ右の手でこの小指側から使います。そして左の手はちょうどこの土踏まずぐらいをですね、押さえてですね、私はこの雑巾絞りのように右の手ぐるっとひねって、右の手でこの親指のここで押しながら自分から遠くにしていく。そして左の手は自分の方に近づけながら、この右の手と左の手を離していくように、雑巾絞っていくように、もう気持ちがいいようにぎゅ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 とやっていきます。じゃあ、3つのね、今日はツボを皆さんと押していきたいと思います。ちょっとカンペがありますので、カンペを見ていきます。1つ目はですね、ここ結構みんな知ってると思うんだけど、優先、足をグーにした時に一番へこむ場所、心があるんですけれども、ここをねグーッと押さえていきます。親指、両方の親指で押して、ちょっと上の方に上げると気持ちぐるぐるとしていきます。ここは本当に、疲労回復、毎日の疲れとか体のだるさとかですね、あとは頭だね、首、頭の血流を増やしていったりとか、あと足の冷えにもね、とってもいいです。あと不眠にもいいなんて言われています。私はここをねゴルフボールでグッと押すのがね、立ってね、好きです。じゃあこの優先から少しだけ下に降りていって、ちょうどね、なんかぷくっと出ているところ、なんか痛いなって感じるところあると思うんですけど、ここがね腎臓ですね。でこれはあのツボではないんだけど、腎臓からですね、膀胱に向けてこんな風にちょっと斜めに流してあげる。うわ、痛っていうのがねあるんですよね。斜めに流してあげる。で2つ目のツボはですね、三陰交と呼ばれるツボで、どうやって見るかっていうと、この内くるぶしの一番高いところに小指を置いて、4本の
人差し指のところ、ここがね、三陰交というツボになります。で、このツボは消化器系、肝臓、そして、女性のね、特有の症状とかにはね、すごくいいみたいで、ここをぐるぐる、痛いんだよね、ここもね、結構。あと腎臓もここいいですね。もうこれからの時期ね、食べたりすると思うので、ぜひここをね、ぐるぐるとやって。で、じゃあ次下に降りてきて、これ冬のね、風とか、あと冬の冷え、むくみにとってもいいのは、この内くるぶしとアキレス腱の間、ここですね、ここをぐっと押してあげる。ぐるぐるとして。じゃあ最後に右の足で左の足のかかとを持って、なんかこんな風にぐるぐるぐるっとやってあげる。ブラブラブラ、はあ、じゃあちょっと右と足のと左の足の違い感じてみてください。なんか左の方がオープンになった気がします。じゃあ今のの反対やっていきます。右の膝を外側に倒して、左の足のかかとで踏んでいく。吐く息で体重を前にしながら押していきます。パッパッパッとね、もう少し早くやっても全然大丈夫。よいしょ。じゃあ次は、右の左の足伸ばして、右の足を太ももに乗せていく。そして右の手で左の足の山、私足の山ってよく言うのはね、ここのことですね。足の山のちょっと下ぐらいを、ぐっと押さえて、左の手で親指ぐるぐる、指のパッとぐるぐる押して離す遊んでんじゃないよ。人差し指、中指、この足も人差し指って言うんですかね。でもなんか感覚的に人差し指の感じしませんよね。薬指、小指。じゃあそしたら足の指と足の付け根、肩、リンパ、首をですね、押してあげます。じゃあ次は左の手を小指側から掴んで、右の手親指側から掴んで、ぐーっとひねって、右左の手で自分から遠くにしていくようにする。ひねる、雑巾絞り、足を絞っていく。おい、じゃあ次は優先、グーした時の一番、真ん中のへこむところが優先です。ここを押していく。自分がやりやすい方でいいです。もし床につけたかったら床でもいいし、膝、ももの上でもよかったらね、ももの上していきます。そして親指同士で押して、ちょっとだけ上に上げていくようなイメージ。じゃあそこから下に下がっていって、ちょっと親指側に行くと、腎臓、腎臓のスポットがあります。そして腎臓から少しだけ斜め下に降りていく。かかとの後ろ、こっから少し下に降りていくとですね、この膀胱があるので、ちょっとここをぐるぐると、腎臓から膀胱に流してあげる。じゃあ次は三陰交というツボ、くるぶしの一番高いところに小指を置いて、4本指を並べた人差し指のところです。ここに三陰交というツボがあります。さっきも言ったけど、消化器系、肝臓、腎臓、そして女性の特有のね、症状もここいいみたいです。でそこから下を降りていって、くるぶしとアキレス腱の間にですね、この冬のむくみ、ね、冬の冷えのツボがある。ここもぐいぐいと押してあげる。なんか左の方が痛いとかね、なんかありますよね。
して最後は左の手で、かかとをつかんでですね、自分がやりやすい方でぐーるむむむむむと回してあげて、両方の足をまっすぐ前にして一回パーで開きます。パー、あ、一回グーにします、ごめんなさい、グー、チョキチョキパー、グーチョキチョキパー、最後チョキチョキパーじゃあですね、少しだけ両方の足をさすってあげて、タラーン、足のマッサージ、ね、結構ポカポカになると思うんですけれども、この3つのツボはね結構おすすめです。優先3位以降体型っていうらしいです、このカンペ体型、このアキレス腱とくるぶしの間はね体型という、ツボだそうです。ということでこのマッサージはですね、朝やってもいいし夜寝る前でもいいし1日2回でももちろんいいです、私たちの忘れがちな足がほぐれるとですね、地面にしっかりとつく感じがして、ね、この忙しい年末ふーっとね落ち着いた感覚もグラウンディングな感覚も得られると思いますので、ぜひやってみてください。3日間のチャレンジに、参加していただいて本当にありがとうございました。マンスリーチャレンジ、これからもですね簡単なチャレンジをですねやって、このみんなでねやっていこうと思いますので、よろしければぜひ、登録してください。もしこの動画初めて見て、何それっていう方はですね、詳細の URL からクリックしていただくと、デイ1のエクササイズ、デイ2のヨガ、デイ3の、このマッサージと私のラブレター、そしてホリスティック栄養士エリコのですね3つの温活 PDF、クッキングレシピ PDF が、送られますので、ぜひそちらも登録してみてください。では最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日も良い一日を。バイバイ。